ッシュ。プラネットストームが止まったようだな。よかった、そのことをお前に伝えようと思ってたとこだったんだ。いや、すぐに分かった。だから俺はお前に。なんだこれは。前に言っただろ、ローレライを解放できるのはオリジナルのお前だけだって。俺はみんなと一緒に全力でお前を先生のもとへ連れていく。お前はローレライを。バカ野郎。バカ野郎、誰がそんなことを頼んだ。何怒ってるんだよ。一緒に先生を止めないっていうのか。俺がレプリカってことがそんなに。うるせえ。大体いつまでも先生なんて言ってるんじゃねえ。ハッシュ、しかもこの後に及んでまだ止めるだ。いつまでもそんなことを言ってるやつに何ができる。お前甘すぎなんだよ。あの人は本気でレプリカの世界を作ろうとしてるんだ。それが正しいと思ってる。確信犯なんだよ。俺がバカだった。もしかしたらこんなレプリカ野郎でも協力すれば奴を倒す力になるかもしれねえって。お前は俺だ。そのお前が自分自身を踊ってるって認めてどうするんだ。俺と同じだろ。どうして戦って勝ち取ろうとしない。どうして自分の方が優れているって言えない。どうしてそんなに卑屈なんだ。違う、そんなつもりじゃない。大地、俺はお前とは違うだろう。何？俺はお前のレプリカだ。でも俺は、ここにいる俺はお前とは違うんだ。考え方も記憶も生き方も。ふざけるな、劣化レプリカ崩れが。俺は認めねえぞ。お前が認めようと認めまいと関係ない。俺はお前の付属品でも代替品でもない。アッシュ、何をする。面白い。ならばはっきりさせようじゃねえか。お前が所詮はただの俺のパチモンだってな。アッシュ、俺はお前と戦うつもりはない。うるせえ。偉そうに啖呵を切っておいて逃げるつもりか。お前はお前なんだろう。それを証明してみせろ。でなけりゃ俺はお前を認めない。認めないからな。アッシュ、待ちなさい。今のあなたは言ってることがめちゃくちゃですわ。うるせえ。アッシュ、待てよ。ナタリアに八つ当たりするな。俺はあいつのバンの弟子は俺だ。俺だけだ。てめえはただの偽物なんだよ。アッシュ、なんてこと。俺はあいつを尊敬してたんだ。スコアを否定した。あいつの理想を俺も信じたかった。俺の超振動を利用したいだけだってことは分かっていたが、それでもいいと思ったんだ。あいつが人間全部をレプリカにするなんて、バカなことを言い出さなければ。あいつの弟子であり続けたいって。アッシュ、お前エルドラントに来い。師匠を倒すのは弟子の役目だ。どちらが本当の弟子なのか、あの場所で決着をつける。あいつが羨ましいよ。あいつはいつだって先生に認められていた。俺だって認められたかった。弟子でありたいって思ってたんだから。